こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというね、カルチャートークチャンネルでございます。インディ・ジョーンズレビューでございます。前回ね、ネタバレなしで、やっておりますんで、ネタバレしたくないよって人、まだ見てないよって人はね、前回の動画見ていただければいいかなと思います。はい、それじゃあね、ネタバレありで今回はやっていきましょう。まあ冒頭なんですけども、冒頭ね、戦時中のね、時代から始まります。で、インディ・ジョーンズ、若いインディ・ジョーンズですね、いきなり、若い方から始まっていきます。まあ本当にね、顔の CG 全く違和感ない。これ本当にすごいことですよ。で、まあ若いアクション、もう本当に何でしょうね、動けるアクションのインディ・ジョーンズが楽しめますという感じですね。ここはね、まあ良かったですね。ただ、かなりじっくり見せるなと。はい。結構長いなと思いましたね、ここは。いきなりね、列車のアクションになっていくと。はい。これもね、3作目の最後の聖戦のね、最初の冒頭のね、若い、少年時代の、インディ・ジョーンズが出てきて、列車の上とかね、中で戦っていくというところの、ね、オマージュかなと思ったりしましたね。はい。あ、なるほどねと。シリーズ分からない人でも楽しめる。でも、シリーズを見てたら、あ、これこっから撮ってんのかなとか、シリーズからのオマージュがあって、あ、これは分かりやすくていいなと思ったりしましたね。もう冒頭は、まあ長いけど、良かったと思います。で、1969年に行きます。はい。インディが部屋でね、起きると、隣の部屋のね、若者がね、めちゃめちゃビートルズのマジカルミステリーツアーですね、これを爆音で流してると。まあ、こっから文字通りマジカルミステリーツアー、ね、不思議な冒険が始まっていきますよというね、そういう宣言に、ね、なってたのかなと思います。なんですけども、多分ロック好きの人は、ここ結構混乱すると思うんですよね。なぜかというとね、このビートルズのマジカルミステリーツアーっていうね、アルバム、これがね、1967年に出ているアルバムなんですよ。なんで、あれこれ1967年なのかなと一瞬思うと思うんですよね、みんな多分。うん、めっちゃ細かいところだけど。なんだけど、このアポロ、月面着陸の話をしてるんで、あ、これは69年なのかなっていうのが、ちょっと混乱があるかなと思ったりしました。っていうのもね、1969年っていうとね、ロックの名盤がね、めちゃめちゃある年なんですよ。この年。王道ロックの名盤ですよ。まず、ゼッペリンのファーストとセカンド、もう出てます。キングクリムゾンのね、クリムゾンキングの迷宮があったり、あとはその、僕の趣味的に言うと MC5 だったり、あとは、ステュージーズですね。はい。本当に名盤が多いんですよ。ビートルズもこの年にアビーロード出してるんですよ。はい。だから本当に混乱する。インディ・ジョーンズをリアル世代で見てきた人、そのロック、まあビートルズとかね、通ってる人、まあまあ多いと思うんで、ここ結構混乱するとこなのかなと思ったりしましたね。まあ、本当に細かいところですけど。はい。っていうのが、まずここでありましたと。はい。まあ、とはいえ、ビートルズが流れるのは最高なんでいいです。という感じでございます。あ、それと、それで言うと、毎回、インディ・ジョーンズの冒頭ね、その何年の時代なのかっていうのが出てたんですけど、ここ出してくれてよかったかなと思ったりしましたね。ここの、今、この年の年代を出してくれてもよかったかなと思ったりしましたね。ちょっとね。うん。前の作品でもやってることだから。はい。っていう感じですね。で、ここからね、インディの今を描いていくんですけど、まず、マリオンと、別居中です。はい。前作ね、クリスタルスカルでようやく結婚した2人なんですけども、もうまずここでえって感じなんですよね。やっとくっついたのにえっていう、はい、っていうのと、で、まあ学校行きますよね。考古学者で先生やってるんで、ここで授業していきますと。そうするとね、みんな話聞いてないんですよね。まあ一作目とかめちゃめちゃわかりやすいんですけど、本当の授業を聞いてる子が、まあ女の子ばっかり、8対2ぐらいで女の子ばっかで、で、本当はうっとりしてインディーのことを見てるんですよね。まあ実際あの時のハリソン・フォードむちゃくちゃかっこいいんで、なんでこの本当にモテはやされてたのが、もうおじいちゃんになって誰も見向きされてないと。はい。もうインディーの時代じゃないっていうのがね、ここで出てくるんですけど、あ、わー、なんかこんな感じになっちゃったんだっていうね。最初冒頭のね、若い頃のインディーをやって、もうイケイケだったインディーから今のこの現在っていうか、まあ69年のインディーになるって、このギャップがめちゃめちゃあるというね。
そこを、まあ、狙ってやってると思うんですけど、めちゃめちゃ落とされますインディーが。はい、もう本当にかわいそうっていうか、あれ俺の知ってるインディーがいないっていう感じがめちゃめちゃありましたね、ここで。だからこっからね、イケイケだった頃のインディーをこう取り戻していく、話なのかなと思ってましたね、序盤では。ヘレナですね、出てきます。序盤に出てきたバズの娘でございます。この人が今回の、まあ、ヒロインっちゃヒロインっていうか、まあ、バディに近いかなという感じになっていきまして、インディが持ってるダイヤルのところに行くんですけども、で、そうするとね、謎の組織が襲ってきまして、ヘレナに、運命のダイヤルをパクられるんですけども、で、インディは捕まってしまいますと。抵抗するんですよ、そこでもね。銃突きつけられて振り返って、ここは銃をね、こう、ふわってこう、なんか、取ろうとする感じもやったりするんですけども、結果抵抗できない。やられてしまうと。またここでも、あの時のインディーというか、インディ・ジョーンズ通用しないんだっていうのが、またここで描かれますという感じですね。で、まあ、ギリギリ脱出、なんとか脱出したりして、まあ、馬で走るのは、まあ、熱い、いいかなという感じでしたね。3作目の最後、もう馬で帰っていったりするのもあったりしてね。やっぱその、何、昔ながらの、最新の技術じゃなくて、昔のもので戦うっていうところ、歴史が勝つみたいな感じがいいかなと思ったりしましたね。で、この辺でね、息子が死んでるっていうのがわかりますね。いや、え?っていうね。4作目で初めて出てきたヘンリー・ジョーンズ3世ですよ。マリオンとの子供ですね。はい。この子が死んじゃってますと。いや、マジかーっていうね。なるほどなと。息子が死んじゃったことによって、その辛労で、マリオンと別居してるんだなというのがわかります。はい。別居に関しては、まあそういうことだったら、まあしょうがないかもなと。インディーとマリオンには感情移入できるようになってますね、やっぱこの作品は。で、逃げていった先に、サラーが出てきます。1作目と3作目に出てきたサラーですよ。はい。っていう、本当に痩せすぎてて、マジで誰かわからなかった。声は一緒だけどね。はい。びっくりしたわ、本当に。マジで面影がなくて。本当にびっくりしましたね。でもまあ嬉しい出演だったなと思います。はい、で、モロッコに飛びますね。モロッコに行きまして、運命のダイヤルをね、なんかオークションみたいなとこで、売ろうとしてるところにね、行くんですけど、一悶着あってね。で、ここで、インディがね、恒例の無知さばきですよ。これをついにやるんですよ。バシャンバシャンつって。お、来たわと思って、ここでもう、ぶっ倒してくれよと思ったら、全員銃ガチャガチャガチャって出してきて、無知で対抗できないっていうね、シーンが描かれますけど、またここでもアンチ、インディン・ジョーンズというか、今までできたことはもう全く通用しないっていうのをまたここで見せてきますね。はい。で、ここからカーチェイスシーンになっていくと。ヘレナと、相棒のテリーかな。二人で、なんとか打開していくと。それに、なんとかギリギリついていくインディーみたいな構図になっていきますね。で、こっからね、ヘレナがね、めちゃめちゃアクションの面では活躍していくという流れになっていきますね。ここのね、カーチェイスシーンがね、とても気になったというか、まず、寄りがめちゃめちゃ多いんですよ。その撮影で言うとね、まあ、顔の寄りがかなり多くて、広い絵があんまないというところですね。これが結構関係が見づらい。スピルバーグと比べるのは本当に申し訳ないけども、スピルバーグはやっぱね、その関係を見せる絵はしっかり入れてたしね。まあ本当に予算の問題とかいろいろあるのかなとめちゃめちゃ思っちゃいましたね。うん、その大胆なカメラワークとかも全然ないしね、ここがあんまり良くなかったなというところですね。あとヘレナのなんか婚約者ラヒームね、いるっていうねラヒームいるかっていうね、そこ、単純にそこもありますね。わざわざ全然そんな関係ない人出してきて三つどもえにさせる意味あんまなくないってめちゃめちゃ思っちゃいましたね。ここヘレナが、インディーみたいにね、モテモテだから、うん、プレイボーイなんでね、うん、いろんな女の人が出てくるんですけど、まあそういうのを出したかったのかなっていう感じはあるんですけど、あまりに話に関係なさすぎるっていうね、ラヒームが。これが良くないね、本当に。はい。っていうか、そもそもね、多分大人の事情もあって、インディーの息子が出れなかったのかなとは思うんですけども、友達の娘って、全然感情移入できないですよね。はい。名付け娘、名付け子、なんだけども、まあ、いくらそういう関係であったとしてもね、結構感情移入しづらいなと思いますね。これが、このヘレナが、
息子であったらもう全然違うと思うんですよ。全然感情移入できるし、親子のやり取り結構面白かったからね。この、うん、親だけど全然二十歳ぐらいまでね、一回も顔見せなかったインディーみたいなところの確執みたいな、そういうやり取りも面白かったから、それの方が絶対良かったと思うんですけど、息子だったら成長したなと思ったりするんですけど、前作で見てるからね。でしかもヘレナがね、そのインディーの、いい場面をね、どんどん取ってっちゃうんですよね。はい。インディーが活躍しそうになると、ヘレナが横取りしていっちゃうんですよね。これがまた、良くなかったなというところでありましたね。で、また移動しましてね、海に行きまして、で、船に乗って、その、海の底に潜ってね、お宝を探しに、なんか石板みたいなやつをね、取りに行くんですけど、ここが本当に中だるみポイントだったなと思いましたね。あそこの船の上のシーケンスね、そこのテンポが非常に悪いなというところ。で、しかも、ここのね、石板の文字を解読するんですけど、ここもインディーがやんなくて、ヘレナがやっちゃうんですよね。もったいないっていうか、もうおじいちゃんでね、アクションがもう基本的にできないというか、もうさすがに体を動かすの厳しいね、インディ・ジョーンズですよ。それが唯一まだ活躍できるところといえば、まあ謎解きですよね。ここですよ。あ、ここだったらインディまだ活躍できるよねっていうところをヘレナが持ってっちゃうんですよね。いや、俺インディー活躍してるとこ見に来てんだけどなーっていう感じが、やっぱ終始するなというところですね。毎回なんか敵に脅されて、解読していく。だけども、謎解きの楽しさが勝っちゃって、どんどんワクワクしてってるインディーみたいなのが毎回あったんですけど、それも今作はないというところでございましたね。で、船をね、爆破しまして、なんとかね、船から脱出していくんですけども、脱出したらね、メインテーマ、インディ・ジョーンズのね、メインテーマ流れるんですけども、めちゃめちゃ納得しづらいんですよね、ここ。インディ・ジョーンズのメインテーマって、インディが活躍したら流れるんじゃないのかなと思ったりするんですよ。別にインディここで活躍してないんですよね。はい。だけど、まあなんかうまいこと言ったから流しとくかみたいな感じで曲流れるんですけど、うんっていうね、ここじゃなくねえかって思ったりしましたね。なんかイタリアの方に行きますよね。次の場所に向かう準備をしている最中ですね。子供のテディですよ。テディがかなり油断して、さらわれますね。油断しすぎじゃないと思ったりするんですけど、まあさらわれてしまいますと、ダンジョンに行きますね。さあ来ましたよ、ダンジョン。はい、ついに、まあ、ここ、まあ、インディ・ジョーンズといえば、もう僕、インディ・ジョーンズで、一番好きな場面、ダンジョンですよ。ダンジョン、遺跡の中に入っていきます。ここでね、狭い道を通ってるとね、虫が出てきます。はい、来ましたよ、虫。いや、恒例の大量の虫だよ、来たよ、と思ったらね、全然少ないんですよね、量が。あれーっていうね、今まで4作のインディ・ジョーンズというとね、もう大量の虫、もう集団恐怖症だったりね、虫が嫌いな人は本当に嫌なトラウマのシーンがあると思うんですけど、壁が見えないぐらいのね、大量の虫が出てくると。はい。で、クリスタルスカルだったらね、ありえない数の軍隊槍が出てくると。はい。この超ありえない数の虫が出てくるっていうのが、やりすぎてて面白かったんですけど、程よい数になってました。無難でしたね、かなり、ここ。壁が見えないぐらい、ぐっちゃぐちゃにいっぱいいてほしかったですね、虫。まあ、それで言うと、うなぎですよ、海のとこ。海で、うなぎがいっぱいいるよ、言われて、うなぎってね、インディがなると。インディ・ジョーンズは、ヘビがかなり苦手なんで、そこは良かったんですよね。そのヘビじゃなくて、うなぎもダメなんだ、みたいな。あの形状が苦手なんだ、みたいな。それが分かったのは面白くて良かったんですけど、うなぎの数も、なんか程良い感じになってる。もっと、圧倒的な、やりすぎな数出してほしかったなと思いましたね。やるならがっつりやってほしかったなと思ったところでございます。虫のいる狭い道を抜けまして広間に出ますね。はい。いかにもトラップがありそうな場所ですよ。わー、ここついに来たよと。トラップをうまいことを解読して解除して次の場面に行くんだと思ったらですよ、今までの、インディのダンジョンですね、まあ特に魔球の伝説ですね、上から針天井がこうぐーっと降りてくるシーンがあるんですよ。閉じ込められて、この逃げ場がない緊張感で、死ぬかもしれない、なんとか解読しなきゃいけないっていう、この緊張感、ハラハラドキドキですよ。これがあったんですけど、今回はメタンガスやべえ、まあそれはわかると、別に退路立たれてないんですよね。今回これ結構重要だと思うんですけど、退路叩いてないから別にやばくなったら虫のとこ行けばなんとかなんじゃないっていう、虫のとこってか戻れるからね別に。
なんとかなるよねっていうのがめちゃめちゃちらついちゃう。これがもったいない。別に絵で見せなくてもやばいもう戻れないみたいなのが見えればいいと思うんですけど、別にそういうのなかったし、だから緊張感ないんですよね、ここが。だから本当台無しになってるなという感じですね。もう本当この作品で下手したら唯一ね、インディが謎解きして活躍した場面なのに、俺本当もったいないなというところでございました。で、まあなんとか脱出しまして、で、棺を見つけますと。で、開けたらね、運命のダイヤルの片割れがあって、あーついに見つけましたというところで、マッツ・ミケルセンが追いついて入ってくるんですけど、ここもね、マッツ・ミケルセン敵側の視点とカットバックしていくんですよ。ここもテンポが悪くなる原因かなと思いましたね。いつもはダンジョン踏破してお宝についにたどり着いたって取り出したってなると、敵がもういきなりやってくるんですよね。で、銃突きつけられて渡さざるを得なくなるというところなんですけど、敵の視点がちょいちょいここまでね入ることによってテンポが悪くなってるなというのがありました。っていうのもテディが囚われてるっていうのがそうならざるを得なかった原因かなと思ったりしますね。まあ遺跡を踏破しまして、脱出してついにクライマックスになっていくと、ここがまたねインディ・ジョーンズらしくないところかなと思ったんですけども、インディ・ジョーンズのラストですね、毎回ねオカルトだなーって感じなんですよ。急にオカルトになっていくのが僕好きなんですけど、一作目だったらね、呪いですよ。はい、死者の亡霊がこうブワーって出てきて、それでナチが死んでいくと。で、魔球の伝説だとブードゥー教ですね。で、4作目で言うともうついにエイリアンが出てくるという感じで、クリスタルスカルに関してはかなりギリギリですけど、考古学者でね、歴史の専門家ですよ。で、もういろんなことを分かってて、で、しかも超常現象に関しては基本的に信じてないんですよね。インディ・ジョーンズはそういう人がもうどう考えても説明のしようがない現象に遭遇してるってのがワクワクするポイントなんですけども、まあそれで言うと、まあ今回はそれに沿ってるんですよね、タイムトラベルっていうところ。ただ今回は SF じゃんっていうね、なんか腑に落ちないなというか、いやオカルトにしてよっていうね。タイムトラベルしていくところもそのインディが囚われててそれを助けに行くというね流れで、インディが活躍しないんですよね、ここでも。そこでもやっぱアンチインディ・ジョーンズだなと思ったりしちゃうところでありましたね。で、紀元前214人に行くとアルキメデスが出てきますね。はい、おーと。 SF なのはまあ一回置いといて、まあ面白いわと思ったりしましたね、ここは。だけども過去の時代の人たちがね、飛行船を見て、飛行機を見てね、わあドラゴンが来たって言うんですけど、ドラゴンっていうそのめちゃめちゃロマンのあるものじゃないですか、ドラゴンってね、その架空の存在ですよ。それが飛行機がドラゴンに見えただけだったっていうね、このロマンを崩してるなと思うんですよね。ドラゴンを否定しちゃったんですよ。否定しちゃったっていうか、ドラゴンが飛行機だったっていうのを見しちゃったことによって、めちゃめちゃロマンないなと思っちゃいましたね。ドラゴンいないって証明されちゃったなって思って、インディ・ジョーンズらしくねえなーと思っちゃいましたね。マッツ・ミケルセンね、墜落して死ぬんですけど、まあマッツ・ミケルセンがね、まあ墜落して簡単に死んじゃうっていうところは、まあインディ・ジョーンズだからね、結構溶けたりコッパみじんになったり、なんかそういう悲惨な死に方すんのかなと思ったら、意外とそんなしなくて、ちょっとまあここでもちょっとがっかりなんですけど、ここね、インディ・ジョーンズがね、この時代に残りたいって言うんですよ。で、ここまで完全にね、インディ・ジョーンズが、その今の1969年に居場所がないっていうのがずっと描かれてきた。別居しちゃってるし、殺人犯にされてるし、もう仕事も引退しちゃったしで、本当に居場所がないと。だから、本当この場所、まあ考古学者だし、本当夢みたいなね、時代に来てて、もうここに入れるチャンスがあるんだったらここにいたいってなると。本当にあそこにインディのね、居場所はないからここにいていいなと。うん、それで終わっていいなと思ったらね、ぶん殴られてね、戻されるんですよ。え?っていう、そのインディのやりたいように、一切やらせてくれないんですよね、この作品。現代に戻ってくると、うん、マリオンが帰ってくると。まあそこは、まあまあ、うん、ありがたい。まあ、ファンサービスだなという感じ。というか、もうここまで結構僕うんざりしてるんで、まあここで出てきてもあんまり感情は動かなかったなと。最初のキスシーンのセリフオマージュがあって、ちょっとクスッときたぐらいで。なんかただ、まあちょっとクスッときたけど、その、本当言ってるだけみたいな感じがかなりありましたね。はい。いやー、僕ダメだったなーという感じです。っていう感じでしたね。本当にこの作品通して、インディの尊厳が本当になくて、きつかったなーと見てて。
っていう感じでした。だしその考古学者らしいインディーン・ジョーンズらしい最後になってるのかなって言われるとかなり疑問だなと思いましたね。はい。でジェームズ・マンゴールドですよ、スター・ウォーズの監督やんすよね今度。大丈夫っすか本当に結構心配だけどなあの上振れしてる時のジェームズ・マンゴールドはめちゃめちゃ面白いんで、そっちのね、ジェームズ・マンゴールドガチャにね成功することを祈ってますけど、かなり今からスター・ウォーズが不安ですねという感じでございます。7月8月なんですけど結構忙しくて全然更新できないと思います。ジブリの新作はねなんとかやりたいんですけど、ちょっとなんとも先が見えない感じでございます。よければね、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。